ウェイスこちゃがです。今回はですね、もう最近ね、ありとあらゆる種類のなんかいろんなガジェットが出てるんですけど、もうね、最近のガジェット結局どうなのということで、いろんなね、キャラのガジェットを紹介していこうかなと思います。このナーニのガジェットはなんか 80% のダメージをカットして、その 80% のダメージを相手に与えるってやつなんですけど、強すぎん？さあ、やっていきましょう。やばい、ダイナのウルトぐらいしか見どころねえな、これ。基本的になんかエリザベスとか B の強化のダメージをなんかわざと食らいに行って相手を倒すみたいなイメージでやろうと思ったんですけど、B もザベスもおらん、まあ、C っていうならこのダイナマイクのウルト、まあ、あれに、自分から飛び込んでいくこのド M スタイルでやっていこうと思うんですけど、いやなかなかねこれ当たるんかな。でこいつ基本的にねミッドがいいんじゃないかなと思いますね。スパイクはとりあえず倒して、でこのガジェットがねこのダメージカットもできるんで死ににくくなったんですよ。でそれがねかなりいいんじゃないかなと思うんですけど、さあ、ダイナマイクウルト溜まってますね。いやこっちに打って、あっぶねあっぶねあっぶね、いやこれどうやろ、俺に打ってくれんのかな、これいくんじゃない、来い来い来い、はいはいはい、バキュンと、待って、危い危い危ない、大丈夫そう大丈夫そう、よし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 、あれ今どうやった、正直わからんかった。まあでもダイナマイク死んでるってことはもしかしたら、っていうかお前や、おいよく殺してくれたな自分から飛び込んでいくけどちゃんと恨みを晴らしていくスタイル、いやー危ない危ない、よし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 、これ一個取って、でまあまあ一応取って、っていうかあのスキンかっこよすぎん、何あれ、これとりあえずあーおしわいたか、まあまあまあこんな感じですね。一撃がダメージ、一撃のダメージがでかいやつを食らいに行って敵を倒すとかもねいろいろできるんでね、でまあこのガジェットはありですね。まあ正直瞬間移動の方が使いやすいけど、はい、続いてはねローサなんですけど、まあこのガジェットはやばいでしょこんなん強いに決まっとるやんまあ今までの草むら生やすガジェットも強かったんですけど、まあこれは多分最強ですね。このガジェットはやばい、この草むらにいる敵全員しばけるんで、でなんか足遅くさせるし、こんなん弱点ないっすね。まあ今どんだけ負けててももう正直負ける気がしないんですよこのトロタイやったら、まあ、このガジェットさえあれば勝てると、正直ノラキャリーとかもできるはずなんで、これはちょっと期待ですね。はいはい、まあ、とりあえず倒して、いやー味方吸われるが、これねいつでも倒せるんですよ敵ら、本当にこれ本当に、でこう足遅くさせて、でジーンが足遅いんで倒して、で2連発目のウルト、あいや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 い、とりあえずとっとこハメ太郎は名前を書いていただいて、これいいっすね、このガジェット本当にすごい。もう草むらあったらもうなんとかなるんで、でまあダイナマイクは正直弱くて、でウルト打ってくるが、このね逆にウルトの反動を生かして攻めていくスタイル、やらかしたか、あやらかしましたね、これ完全にやりすぎた、ちょっと調子乗りましたね。まあでもまだガジェット1回残ってるんで、で味方サンディなんでこれねウルトもすぐ溜まるんですよ、だからまあ大丈夫なんじゃないかなと、はい、草むら2人隠れたと、いやうんちょっとミスったちょっとミスったちょっとミスりましたね、ガジェットなくなっちゃったんで、じゃここからはちょっと正直しょっぱい、よしナイス、座れますね多分、座れて、でもここを倒しに、おおマジでやってんのか、おいちょっと待て、これだいぶやばい、だいぶやばいですね、あやばいですね、あちょっと何かを察したようなんですけど、いやまだ可能性はある、おっととっとこはめたろ、いやナイス、いやい勇者、え君ら勇者いやちっちゃい魔王やけどよく倒してきてくれた、ここは任せてくださいと、よし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 、あっぶねあぶね、でもね調子の乗らなければ強かった調子乗らなければ結構強いガジェットなんでね、まあこれはありなんじゃないかなと思いますね。はい、まあ最後はポコなんですけど、まあ正直使うまでもないぐらい弱いですねこいつは何のために生まれてきたんっていうレベルでよろしくないですね。でも一応まあ使ってみるんですけど、でここでこうダカーポが強いんですよこのマップね、もう大体の敵に当てるしはいはい、まあこんな感じで索敵もしつつ、でここにいるんでシンプルにポコが強い、そんだけ、もう状態異常回復は強くないと。でこれはこういうね毒をもうシュパーンってできるんで、こうやってもう味方の、言ってくれ
毒なくなっとるから行ってくれ。よしよし、あーマジか。まあまあまあいいでしょう。多分今はねリロードが足らなかったですね。まあポコは回復しつつで敵も、あー待って、ごめんなさい、もうごめんなさい、本当に申し訳ない。おお、めっちゃ壊してくれますね。でこれね、正直ね、こういう重い編成の敵はあの壁壊れた方が守りやすいんで、壊してくれるのは逆にありがたいですね。さあさあ、ここでどうしよう。このガジェットの使い道がマジでね、てかそもそもあれなんですよね、このノックバックとかもなんかなくなってくれたらいいのに、状態異常ってなんかクロウとバイロンと、あーまあ足遅くするシェリーとかのウルトぐらいしかないんですよね。とでそういう時ってもう状態異常食らってる時ってもう基本的に死がもう間近なんですよ。だから遅いんですよね、内周遅いんで、もうそれするぐらいやったらこのポコの旧ガジェットの回復を味方につけてあげるか、自分に回復した方がいいんじゃないかなと思いつつ、いっけるわけないっすよね。まあまあしゃあないっす。あー終わった、共に死のうぜ、仲良くしろ仲良く死のうぜ。はいはいはい、でどうしよう、ガジェットももうなくなったんで、てかまあ正直使い道がなさすぎるんですよね。で敵にガジェット足を遅くするとか毒とかそういうキャラ出ん限り、このガジェットがもう腐っちゃうんですよ。でだからいらないんですよね、ほんといらないんで、もうこのガジェットはね正直もう使わなくて大丈夫ですね。もうだ出たら外れ、こんなん出たらもういらんわ、そんだけ。だからもうノックバックもなくなってくれたらいいですね、という感じですね。さあ一応ね、一応もう個人的な意見としてこのナーニのバトロアがやりたかった、それだけ。とりあえずいじめてでここ来る、いじめて、でやばいリロードが遅いこいつ、いじめて、はいどっか行きました、とこの辺ちゃん、あったんねー、まあいいや。とりあえず、ま、バトロイで敵を深追いしちゃうとめっちゃ来るやんこいつ、深追いしちゃうとなんかもう殺すまで来てやるみたいなやつがいるんで、あんまり行かない方がいいですね。まあでも行っちゃいますけど、行っちゃうんすよ性格上、もうこういう敵がばっかりなんですよ。なんでまあ普通はやらない方がいいですね。はいはいはい、よしよしよし、2キル美味しい。これね一応クエストもやりたいんで、でちゃんとキルも稼ぎつつ、まあ、クエストがあるのかわかんないですけど、でなんかこのここね、なんかブルとか、プリモとかシェリーとかいるんですよ。だからこの辺で一応ね、ウルト使っておいて、いなさそうですね。おおいる、だがしかし、おお索敵できる、で 80% カットと、でもう一回やって、はいはい、そこねいますね、いましたね、よし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 。まあまあこういう使い方もできるんですよ。この草むらの索敵もできちゃうんで、まあなかなかね使い勝手はいいんじゃないかなと。一応ウルト打って、で敵がどこにもいない、いましたね、あいつはもうさよならと、あいつはもう終わり、はいボンとは、よし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 、マックスか。こういう時にねこのガジェット若干腐っちゃうんで、まあそこがね、ちょっと渋いところなんですけど、ちょこまか動くな、おいおいおい、もう黒い茶色い物体を思い出すわ、おいねえ羽の生えたあいつちゃうんけ、もうよしよし、とりあえず逃げて、でもうこれ剥がしたくないんすよね、剥がさずに勝ちたい、おいおい、一応索敵できたんで、こっちかでこっちと、で最後こっち、よし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 、サージ足遅いのね逆に当てにくいんすよね、個人的な意見なんですけど、おい逃げんな、おい逃げんな、マジで、いやマジで外す、ちょっと待って一回落ち着かして、ちょ待って、ウルト、おお何しとんねん。はい、ということでですね、まあローサのガジェット以外はもう正直いらんあれもうポコに関してはもう飾りなんで、まあ皆さんゲットした際は、はい、落ち込んでくださいということで、今回ご視聴ありがとうございました。